日本の都市計画は都市計画法の規定に基づき都道府県または市町村が定めるものである。協議の都市計画といえばこのことを指し学問分野としての都市計画は講義の都市計画といえる。都市計画法第4条第1項において以下のように定義されている。ここで辞書とは第2小都市計画のことである。 都市計画法第2章の第1節都市計画の内容では、都市計画は11種類定められており、それぞれの都市計画の内容は以下の通りである。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針区域区分都市、再開発方針等地域蓄積促進区域、有給土地点管理要促進地区被災市街地 復興推進地域都市施設市街地開発事業市街地開発事業等を予定区域地区計画等都市計画事業とは都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう都市計画法 e 株法令検索総務省行政管理局2013年11月4日閲覧ありがとうございます